ああ、はははは。ここの非常口のドアの下を、ここで解除しなきゃいけなかったんだ。で、謎の 1×111 というパスワードかなを手に入れたってことか。骨太だねー、マジで。あ、いたー。ここで 1×111 を作る。あ、ここでつまみを使うのか。はい。もう移動できない？これひょっとして。あ、移動できないのか。詰んだか、あるいは、正解か、どっちか。面白いね。これなんだ。ああ、取れるってことか。そっか。それはそれで秘宝だな。面白いじゃん。1×111 にすんのかね、これは。まあ、そんなシンプルなもんではないんだろうね、おそらく。だってできないもんね。あ、ここにもなんか横に入ってるな。1×111 って書いてたよね。ここは ×2 できるか。足すにはできないね。答えが同じになりゃいいのかね。1×111 と。でも、まだ渡しといてない謎があるんだけど。一旦これは楽しそうだけど置いておいて、解いてない謎っていうのはつまり、この謎なんだよね。これ、こいつ。こいつを、解いてない。こいつ。これ、2回目やってないんだけど。懐中電灯、水？だってさ、あれ俺やってなくない？やったというか、ここにせっかくこう、謎を書いてくれてたのに、これに合わせられないんだけど。あとかな？まあでも今は、やっぱりもうここまで来たら、この謎なんだろうな。多分、1×111の謎だろうね。だよね、おそらく。それとも、つまみがあと2つないと完成できないとかかな。だとすると、先に、こっちの謎を解かなきゃいけないのだが。とはいえ、これもう、これもうあれだよな。開けるしかできないよねー。もう一回移動できないというか、変えられんもんね。多分、つまみ使っても懐中電灯使っても意味ないし、何かリセットする方法があるわけでもないから、まあワンチャン電源抜けばリセットできるんだろうけど、電源は抜けなそうだから、あ、電源に水をぶっかける？バシャー。違うね。これはもう今更か、さすがに。どっかでまた使おうかなとして。まあ、いっぱい切ろうか、じゃあ。切った状態でパソコン見れないよね。OK。じゃあ、1×111 の謎を解きましょう。はい。ここでもね、多分、あれでしょう。1×111 ってことは、答えが一緒になりゃいいんでしょう、多分。で、かけるが絶対入ってくるから、111を、分解すると、111ってなんか分解できる？掛け算になるか。111って何で割れる？ 3 で割れる？ 3 で割れるか。3で割ると、何になる？90になるから、30、3で割ると、37か。
か。合ってるよね。うん、37。3×37 作ればいい。3作れる。37作れる。作れないか。37、37ってまだ分解できる。37、一応3で分解できるか。ダメか。37は素数か。だね。37は分解できない。7で111って割れる？割れない。3か。っていうか、なんで俺はこんなとこで素因数分解やらされてるんだ。3かける、じゃあもう3かける、いいわ。3かける37だと考えましょう。そうすると、まあ、ここはなんか使うんでしょ？ってことは、こっちで37を作る？それは無茶か、さすがに。ちで37を作る。それも結構無茶か。いや、あ、待てよ。ここがこうなれば、マジでこのつまみをどこにつけるかが結構ポイントだな、これ。でも600、6じゃないか、これ。こっちにしかなり得ない。ここは動かせんから、でも無理じゃない？かけるなのか、本当に。割るとか作れる？どっか頑張れば。作れないか。1×111。なんかやっぱこことここにつけたくなるんだよな。なんでかわかんないけど、イメージ的には。111ってなんだ？言い換えるか。1×111。ていうか待てよ。なんで 1×111 なんて書き方になってんの、あれ。111って書けばいいもんだけど。単に2つの掛け算で111が作れるよっていうことを言いたかっただけかな。違うかな。まあ。それとも単に掛け算を成立させればいいよってことなのかな？だとするとそんなに難しくはなさそうだけど。こんな感じでいけばなんかそれっぽい数字にはなるでしょ。61で、ああ、でもこうなると、右がダメか。あ、そうか。というか右で数字を作るには、絶対に右上、あ、待てよ。ここかけるにするか。文字になる？ひょっとして。文字になる？いや、違うか。あ、これ多分最後の謎解きだなー。ていうか何回俺最後の謎解きって言ってんだろう。文字になる可能性があるか、これ。ちょっと思ったのは EXIT になるかなーとも思ったけど、E にしてはだいぶ無理がある。いい謎解きだ。なるほど。大丈夫。考えれば
かるはず。それともやっぱりアイテムが足りないのかな？この悩みがね、この謎解きゲームのえぐいとこというか、あれだね、怖いとこなんだよな。果たして私は今、持ってるアイテムが足りているのかどうか。ここは数字の、ここのパターンが何個かあるんだよな。まず X にするパターンあるでしょう。数字の X の可能性あるし、ここでも数字の X だったらまあ、3文字だよね。3文字か、掛け算。掛け算にできる？そもそもこれ。ここは おかしいな。左に何かつければ数字になるわけでもない。ここでさ、E になって EXIT みたいな感じかなという気もしたけど、違うんだよな。じゃあ、やっぱここは小さいまま使うか、あるいは、他にアイテムがあるか。小さいまま使うとすると、そうなると結構可能性は相当いろいろあるが。あ、でも待てよ。ここはもう1にしかなり得ない。というか、縦にしか繋がらないか。そうなると、あとはここをどうするかの問題になってくるが。ここはもうじゃあ111になるのかな？違うな。ここに1個つけたところで何かが解決するとは思えない。よね。だって繋がらないもんね、ここ。繋がらないってことは数字にならない気がする。じゃあ、こことここにこれをつけるか。あ。1117になった。1177になった。階段になるか。あ、違う。1×177になったのか。いや、でも取れないからな、結局のところ。取れないからね。あ、待てよ。あ、違うか。何が待てよ。なんで 1×111 って書き方なんだろう。さっきのなんか俺の考えだったら、単に111って書いておけばいいだけのようなもんだけど、なんで 1×111 って書いてんだろうね。こいつで何かする？違うね。ここ。こいつ。あとはこの謎。で、これさ、もう入れなくてもいいね。よく考えたら。1884ってこの上をさ、読み解ける気がしたんだけど、違うかな。もう俺はあの機械に頼らなくても、こっから数字を読み解けるレベルにあるのでは？ほら、7、4、0、1。7401でしょ、これ。だよね。7401。この機械まだ壊れてる？生きてる。74。0、1。オッケー。つまみ？よっしゃ。さあ、これで揃ったんじゃないか？ほぼすべて。まだあったりする？あるからな、たまにこれ。ないか。よし。さあ、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 
それはあれか、疑いすぎか、さすがに。ん。じゃあ一旦また電気を消して、なぜなら落とし穴から落ちるから。
じゃあ、いましょうか。さあ、最後の謎だね。1×111。それと等しい感じにできるんじゃないか。こうなってくると。さて、ここまでの推察では、まず、何かしらの数字を作ってみるかな。ここかけるでこう使うんだよな。合ってるよな。こうか、それとも。でも、いや、これは、ないか。あれ ?111 って他になんか、割り切れるか頑張れば。ちょっと算数の弱さが、露呈してしまっている。111って少なくとも、俺の今の考えというか計算が正しかったら、3×37 には分解できるのよ。3×37 に分解できるっていうことは、他の分解方法はないってことでいいんだっけ?違うかな?他に分解方法あるのかな?別のことで考えるか。20っていう数字が、100で考えよう。100っていう数字があったときに、100は、何で分解できるか。100は5で分解できる。5と、2と、5と2と、10。5と2と10。で、10は、5と2で分解。だから5と2だけしかできない。か。いや、そんなことないな。4でも分解できるか。あ、っていうことは分解方法はいろいろあるってことになるのかな?わからんわからん。超わからんわからん。わからん。もうわからん。何がなんだかわからん。何がなんだかわからんけど、あれ?そうか。いや、いや、何がなんだかわからんけど、もう1時間16分もやっとる。ちょ、一旦切るわ。さすがに。ちょっとごめん。一旦切る。じゃあ、さすがにね、もうそろそろクリアだと思うんですけど、一旦切ります。はい。もう本当にあと少しだと思う。ということで、今回もご視聴ありがとうございました。どこで動画を切ってるか全くもう今予想ついてませんけれども、よろしければ次回も見てください。それではまた。